六六百宝級イケメン、ティラノショーを超える。岸優太と神宮寺優太が見せる新たな魅力。ティラノショー、ガン優太、神宮寺優太の成長に注目。ナンバーアンダーライン愛が音楽史に名を刻む瞬間。2024年は、音楽業界にとって特に注目すべき1年となり、その中でも、ナンバーアンダーライン愛の3人のメンバー、ティラノショー、ガン優太、神宮寺優太は、その名をますます広めています。この3人が今まで築いてきた音楽の旅路は、今年ついに大きな転換点を迎え、ファンの熱い期待に応えるべく、彼らは音楽の舞台で自分らしさを最大限に発揮しています。ファンの心をつかむために、彼らは音楽ソングに徹底して向き合い、ステージ上でのパフォーマンス、楽曲制作、そしてビジュアルに至るまで一つ一つの細部にこだわり抜いてきました。特に今年の彼らの成功は、 SNS 上での投票やキャンペーンが示すように、ファンの強い支持に裏打ちされています。 SNS では日々ハッシュタグナンバーアンダーライン愛やハッシュタグ66国宝級イケメンランキングといったハッシュタグがトレンドに上がり、彼らに対する期待感や応援の声が溢れています。ここで少し視点を変えて考えてみましょう。なぜ今年彼らがこれほどまでにファンの支持を集め、音楽業界でも大きく注目されているのか。その鍵は、彼らが自分らしさをどのように表現し、成功に導いているかにあります。音楽の世界では常に新しいトレンドや技術が登場し、その中でアーティストは進化を求められますが、彼らがここまでたどり着いた理由は、単に音楽だけでなく、その個性がステージ上で光を放っているからです。ティラノショーはすでに殿堂入りし、彼のカリスマ性と魅力は誰もが認めるところですが、今年の注目はガン・ユータと神宮寺優太。この2人もそれぞれの個性でファンを魅了しています。ガン・ユータはその力強いボーカルとエネルギッシュなパフォーマンスで観客を圧倒します。彼の歌声には一瞬で心を奪われるような力があり、その純粋さと情熱がファンに響いているのです。一方で神宮寺優太はその優雅で知的な魅力を放ち、まるで舞台全体を支配するかのような存在感を持っています。彼の落ち着いたパフォーマンスと繊細な表現力は、多くの人々に深い感動を与えています。この3人が音楽シーンで輝きを増す一方で、彼らが何を大切にしているのかも考えるべきポイントです。音楽業界では人気や評価が常に変動し続けますが、彼らは自分らしさを見失わず、ファンと一緒に成長していくことを選んでいます。音楽だけでなく、その背後にある彼らの人間性がファンに強い共感を生み出しているのです。さらに今年のナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の成長だけでなく、ファンとの絆にも支えられています。音楽業界では多くのアーティストがファンとの関係を深めるために SNS を活用していますが、ナンバーアンダーライン愛も例外ではありません。ファンからの投票や応援メッセージは、彼らにとって大きな力となり、さらなる挑戦を続ける原動力となっています。 SNS 上では、ファンたちが岸優太くんに投票したや、神宮寺くん最高といった熱いコメントを寄せ、それがまた新たなファンを呼び込むサイクルが生まれています。ここで新たな疑問が浮かび上がります。今後彼らがこの勢いをどのように維持し、さらに成長していくのか。音楽シーンは常に変化し続けており、今後も新しいアーティストやトレンドが登場するでしょう。彼らがその中でどのようにして自分らしさを守りつつ、ファンとの絆を深めていくのかは、大きな挑戦であり、新たな成功への鍵となるでしょう。また彼らの成功には、舞台裏での努力や挑戦が隠されています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、ただパフォーマンスを行うだけでなく、常に自分たちのスキルを磨き、新しい表現方法を模索しています。それぞれのメンバーが持つ個性や才能を最大限に生かすために、日々の練習やリハーサルは欠かせません。ティラノショーのカリスマ的な存在感、岸優太の力強い歌唱力、そして神宮寺優太の優雅な表現力、これらすべてがステージで一つにまとまり、ファンに届けられています。ここで重要なのは、彼らがどのようにしてその才能を発展させているのかという点です。音楽業界では
単にパフォーマンスを繰り返すだけでは成功は続かないことが多いです。新しいトレンドや技術に敏感であること、さらにはそれを自分たちのスタイルに取り入れる柔軟さが求められます。彼らは音楽だけでなくファッションやビジュアル、さらには SNS での自己表現までをトータルにプロデュースし、時代に即した魅力を発信しています。例えば SNS の活用は彼らにとって非常に重要なツールです。ファンとの距離を縮め、よりリアルタイムでコミュニケーションを取ることができるこのプラットフォームは、今や多くのアーティストにとって不可欠です。平野紫耀が殿堂入りを果たしたことも、岸優太や神宮寺優太が SNS で注目を集めていることも、その一環として見ることができます。彼らはファンとの交流を大切にし、そのフィードバックを次のパフォーマンスや楽曲に反映させることで、さらに深い絆を築いています。さらにファンが彼らに抱く期待は単に音楽的な成功だけではありません。多くのファンは彼らの成長や挑戦を自分たちの人生と重ね合わせて応援しています。岸優太や神宮寺優太が苦難や挫折を乗り越えながらも成功を収める姿はファンにとっても励ましとなり、その姿勢が共感を呼んでいます。これは音楽に限らず芸術やスポーツなど他の分野でも見られる現象ですが、彼らのようなカリスマ的な存在がファンに与える影響は非常に大きいものです。また今後彼らがどのように進化していくのかも非常に興味深い点です。2024年は彼らにとって大きな転換点であり、これまでの成果を踏まえてさらなる高みを目指すことになるでしょう。国際的な活動も視野に入れている彼らにとって、海外のファンとの交流や新しいマーケットでの挑戦が今後の重要なテーマとなるはずです。日本国内での人気に加えて、世界的な音楽シーンにおいても影響力を持つためには、さらに多様なスキルや経験が必要になるでしょう。その一方で、彼らがどのように自分らしさを保ちながら国際的な成功を収めるのかも大きな課題となるでしょう。多くのアーティストがグローバルな成功を目指す中で個性を失ってしまう危険性もあります。しかしナンバーアンダーラインアイのメンバーはこれまで自分たちの音楽性やスタイルを大切にしながら成長してきたため、この点については大きな信頼が寄せられています。彼らの音楽は単にトレンドに乗るだけでなく、深いメッセージ性や感情を伝える力を持っており、それが国境を越えて共感を呼ぶ可能性を秘めています。最後にファンとの絆が彼らの成長においてどれだけ重要であるかを再確認する必要があります。音楽業界は常に変化し続けており、ファンの支持がなければアーティストはすぐに忘れ去られてしまうことも少なくありません。しかしナンバーアンダーライン愛のメンバーはファンとの関係を大切にし続け、その期待に応えるために努力を惜しまない姿勢を貫いています。彼らがこれからどのような道を歩むのか、ファンと共にその旅路を見守ることができるのは非常に楽しみなことです。彼らの成功が続くことを願いつつ、2024年の終わりにどのような成果を見せてくれるのか、期待はますます高まっています。ファンの愛と応援を背負い、ナンバーアンダーライン愛はこれからも輝きを放ち続けることでしょう。また、国際的な音楽シーンでの活躍も注目に値します。近年、K-POP や J-POP といったアジアの音楽は世界中で人気を集めていますが、ナンバーアンダーライン愛もその波に乗り、グローバルなステージでの飛躍が期待されています。国際的なファン層を取り込むためには、言語や文化の壁を越えた普遍的な魅力が求められますが、彼らの音楽やパフォーマンスには、そのポテンシャルが十分に備わっています。最終的に2024年はナンバーアンダーライン愛が音楽業界でさらなる高みへと上る年となり、彼らの進化と挑戦は今後も続いていくでしょう。ファンとの絆を大切にしながら自分らしさを追求し続ける姿勢こそが彼らの成功を支える柱であり、それが彼らをさらに大きなステージへと導くのです。そしてその道のりには私たちファンも共に歩んでいけることでしょう。